どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。いやー皆さん、札束で殴られに来ましたか。今日はですね、私のですね、魂のデッキをねお披露目しようと思いますよ。あー、リミットの改定によってネオスフュージョンが規制されて850周している私、死んだとザマーと思ってるでしょうね。ネオスフュージョンがリミット2になって、でリューマゾのあの守護者も意味なくなって、ザマーザマー飯うめーってなってるでしょうね。俺はそんなことには負けない。俺はな、そんな逆にもな耐えてな、すげーデッキをな完成させてきたんだよ。これが俺の魂のデッキだ。プレミアムサイバーダークデスペラードリアクター、これだメオスがね、正直その粉砕っていうスキルの修正と、あとそれからあのネオスフュージョンのリミットによって、ほぼ死にましてですね、あの運営さんが肋骨に竜をね殺しに来てるんですよ。私の課金を殺しに来ましたね。あ、もうこの戦々恐々としていたんですけれども、まあそんな中でもね、やっぱりね、課金量、今までの課金してきた努力が無駄じゃなかったっていうことを俺は証明したくて、このデッキ完成させました。めちゃくちゃ強いっす。めっちゃ強いどういうデッキか、サイバーダークデスペラードっていうあのは今までもありましたよね。サイバーダークデスペラードネオスみたいな、あのネオスの枠のところをまあうまいこといい感じで防御型に回しつつリアクターを入れまして、これですよ。俺はね勝ち組なんでね、一族の結集のねプレミアムがね出ちゃってんすよ。これやばいでしょ、これやばい。だってリアル環境でも結集強いのにプレミアムでこんなん出てきてみなさい、勝てんやろそれは。ちなみになんですけれども、まあ、これ今から自慢します。これ今から自慢です。前の幹部会の時にちょっとしたあのキング松坂慎太の幹部会の時にちょっとした団体戦をやって、限界コードさんとねちょっとした団体戦をやったんですけども、5対5の勝ち抜きみたいな、このデッキなんですけれども、相手のクリストロンやら磁石やら、4盾しました。4盾5人中4人俺が倒して、勝ちました。どうですか、これがね札束で殴るっていう。あ、もうお相手の方もね気使ってくれて、磁石とかなんかそういうあの面白いデッキを使ってくれたんですけどね、打天使連打みたいなのじゃなくて結構面白いデッキ使ってくれたんですけども、それでもですよ、クリストロンとか磁石とかもうゴリゴリぶち殺して、まあ4タレしていく実力があるプレミアムオンリーデッキなのにね。どうですか、これがですねあれなんですよ、札束で殴るっていうことなんですよ。これが俺がこれがしたいんですよ。俺はこれがしたい、札束で殴るっていうことがしたくて課金してるから札束でマウント取りたいですよ俺は。でもくだらないでしょ、くだらないんですよ、これでくだらない戦いが好きなんですよ俺は、というね魂の出来です。もう本当にね、またこれでサイバーダークとかがあの規制になったらさすがに泣くわ、さすがそれは泣く。デスペラード、まあ規制なんないと思うけどね、もう今もうここまで来たらなんないと思うけど、なったらさすがに泣くわ。でメインギミックは本当にサイバーダークエッジなんですよ基本的には。でエッジでデスペラード落として、でテンパラス持ってきて結集で蘇生とか、リアクター落として蘇生、まああとはもう本当なんか適当に波紋とか万能ジャイとかブンダ打って勝てるんでそういう気になってます。早速ね私の魂をランク戦でなんか調子乗ってる環境デッキともにぶつけていきたいと思います。これがデュエルリンクスだ。デュエルスタンバイ、よーし魂を見せてやろう。これがな札束で投げるっていう戦術なんだ。お、剣道小林さん剣道小林さんじゃないですか、いいですね。剣道小林さんはあれですよね、なかなか熱いですよね。あの僕も剣道小林さんはすごい好きなんでね。ただあの一番ね好きなのはねトータルテンボスっていう、あのトータルテンボスさんが一番好きです僕は。どのぐらいだろうな、なんかね 3、4回くらいはあの生で見に行ったことあります。結構あの全国回ってくれてるじゃないですか、トータルテンボスさんって。
だからなんか結構ね、あのまあ嫁も好きで、なんか2人で結構よく見に行ってましたね。大学生の子とか、よく。あと DVD も持ってるし、あのいたずら DVD とか。あ、持ってるんで、すごい好きなんですけど、なんだこれ、ベリーマーシャンガール。おい、なんかお前その顔でそんなモンスター使うなよ。お前その顔でそんなモンスター使うなよ。なんかあいつはもう飛び越えてね、あいつは飛び越えて、ぶん殴りに行けばいいんで、全く問題はない。で、そうですね、サイバーダークエッジを攻撃表示で召喚しに行きましょうか。サイバーダークエッジを攻撃表示で召喚し、サイバーダークエッジの効果発動、サイバーダーク可能も装備、そしてカードを一枚セットし、スキル発動、キッズの力。お前は攻撃はしない、絶対に飛び越えてみせる。いっけーいっけー、よーし、楽しろう。これあれなんですよね、落とすカードめっちゃむずいんですよ。でも次の展開のためになんかこれデスペラード落として、あのテンパラス持ってきとくっていうのもありなんですよ。チョコか、うんどくさいな。これクインテッドが出てくるのかな。これクインテッド出てくるもん。あ、マードかっけえか、やばい、これ5000になる、融合。あ、え、これやばい、これ 5枚ってこと。うわ、あ、全種類違う、やべえ、くーぐぬ。サイバーダックカウント効果発動、さらに、デスペラードリボルバードラゴンの効果も発動。ちょ、頑張れ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 、耐えろ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 。あー、オッケー、あ、なるほど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 ね。でも効果で破壊されないから、あいつは、あいつ効果で破壊されない、これ使う意味がないんだよな。そうだよね、効果で破壊されない。うわ、いってーいって、デスペラードリボルバードラゴンの効果発動、デスペラードリボルバードラゴンの効果にチェーンして、これダッシュの方がいいかな。いいか、別に出さなくてもいいか、どっちにしてもこれこいつが突破できないんだよな。まあ、これはテンパラス持ってきて、ちょっと待って、エネコ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 エネミーコントローラー、エネミーコントローラー、ああサイバーダークエッジを攻撃表示で召喚し、サイバーダークエッジの効果発動、サイバーダークエッジの効果によって火力連輪を装備、そしてスキル発動、キズナの力だ、バトルだ、あれあれあたしだな、頼む、10代根性見せろ、根性見せろ、10代リロード、なんだこのスキル、リロードどういうスキル、何これ、え、あ、そういうこと、あ、そういうこと、あ、本当にリロードなんだ、マジのリロードじゃん。これは別にいいや、これで殴られて、で、いなくなっていく、いなくなっていく、でもう一回エッジ出すいや、あと150だぞ、あいつあと150だ、いやー、魂の耐久力、対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、海馬社長、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あ、なるほど、セットエンド。いや、デスペラードいる時のこの安心感が違うな、やっぱりな。まあ、ちょっと裏セットするか表側セット表示で置いとくかは難しいけどね、裏側でそのまま破壊されちゃうと出てこないんでね、デスペラードは。まあ、ちょっと難しいことはあるんですけども、サイバーだけっちか、なんかエンドでいいんじゃない。テンパランスあるとでも安心感が違いますよね、なんかどうせキルされねえしみたいな。テンパランスやっぱ強いわ、テンパランス交換しておいた方がいい、デスペラード組んでる人だったら。プレミアムでプレミアムでプレミアムでデスペラード組んでる人の話しても何人いんだよって話だけどね、この世界に。あー、来た、オッケー。サイバーダークカードの効果、サイバーダークカードの効果によってダークエッジを持ってきて、ダークキャー、のび太さんのサイバーダークエッジ召喚、サイバーダークエッジの効果、サイバーダークカードの装備。あー、なるほど、エネコン狡猾あたりですかね。まあ、あれはね、あの狡猾やったらまあ別にいいや、出るから、どっちにしてもデスペラードリボルバードラゴンさんが。だ、どうしますか、これ何でしょうか。まあ、エネコンとかだったら嬉しいけども、波紋とかだとめんどくさいね。波紋とかやったら、あ、まあまあまあ、エネコンやったらもう全然問題ない、全然問題ないけど、リリースする方で、なるほど、ブルーアイズか、オッケー。霊竜、まあ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 、しょうがないか。ちょっとカノンがいなくなるのきついけどな、カノンがいなくなるのはちょっときついが、まあ仕方ないでしょう。白木霊竜、オッケー、白木霊竜、オッケー、吐く、
広く言える吐く。くそ。まあカノンが 1.7 だったらでかいが、どっちにしてもデスペラードブルーアイズはデスペラードきついってこれ決まってるから、これ相場で決まってるから。さあどうしますかね。ガイオさんどうしますかね。さあこのモンストを破壊すると私はテグだから。おライコ来た。なるほど、ライコでどっちでしょうか。裏かなこれは一旦。あでも表、表か。あ、そっちなんだ。なるほど、表でデスペラード出てきたやつをなんかあれで処理すればいいんじゃないの。なんだっけ、ドラッグでカランから処理した方が良かったんじゃないかな。まあデスペラード2枚あるんで関係ないんですけどね。お、やりますね。それ先にさ、ドラッグオンバーミリオン出して破壊した後にもう一回なんかあれじゃない、なんか雷光で破壊みたいなことすればよかったんじゃないと俺は思うよ。アドバイスしてやるよ会話。さあどうしますか。まあ8910シンクロもできますよ。お10シンクロもできるぞ。あ違う、11シンクロだ。あ生体力来るか、生体力、生体力来るか。8910111だもんな。生体力いけるぞ。お9シンクロ、これは多分おそらくドラッグオンバーミリオンなんじゃないかな。あーまあ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 、はいはい、薬中出てくる、薬中効果使ってデスペラード出てくる、デスペラード出てきていく、生きていく。デスペラードリボルバードラゴンを特殊召喚はっ。つえ2800がどうだ。カイバー超えれるかな。アイレミーコントロール来た。よーしよ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 し、わからしやろ。え、もうそこまででやめて、こっからのコスモブレイとかやめてね。こっか、よしオッケー、テンパーズイエーオーイエーオーイエーエネミーコントローラーな、もう2枚使ったな、あいつは。もうエネミーコントローラーないぞ、あいつの敵に。よし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 、ブルーアイズいいだろう、ブルーアイズいいだろう、あーいいだろういいだろういいだろう。ホワイトオブエンシェントすげー出てくんな、おいすんげー出てくんな。オッケー、これデッキトップ何かによるけど、エネミーコントローラーか、エネミーコントローラー、なるほどな、コントローラーかセットしといて、スキル発動して、まあ発動する意味はないか、 とりあえずこれで殴りに行くときに効果発動して、で逃げていく。あでもエネコンクセットなかったか別に。あーつつえーつつえーさつたまで殴られる気分はどうだか今。ドラッグバーミヤンの効果で、モリトン回収していく。エネコン伏せても、まあでもどっちにしてもレールを飛んでくるかもしれないしね。そのエネコン伏せはちょっとあれですよね、難しいですよね。なんか結局多分合法とかなんかそういうのあるとめんどくさいんで、なんだかんだ。さあどうしますか。さあどうしますか、カイマくんどうしますかね。このセットモンスターを戦闘破壊しても僕はテグだから、デスペラードリボルバードラゴンっていう最強モンスターが出てきますよ。さあ注意してください。最強の手札誘発、霊竜回収していく。オッケー、あー危ない、よかった。でも霊竜出てくるもんね、これでね、多分やろうと思えばね。だからあれやったよね、結局あれ、モリトってブルーアイズモンスターじゃな、確かに。だからまあまあまあ、エネコンしてなくてよかったなっていう話になりますよこれね。はい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 、モリト君のここでモリト君をリリースして、実質カイバーマンの上位互換のやからこいつ。カイバーマンに謝れ、カイバーマンに謝れ、マジで。さあバトルフェイス入って殴っていく、殴っていくが、バトルステップでデスペラードリボルバードラゴンの効果発動されていく。対象に取らないこの効果は、さらば。お、やりますねやりますね。あそっちなんだ、そしてブルーアイズいないんかな、ブルーアイズいない、あちゃうわ、殴ってブルーアイズ出すんだ、なるほどな。それはさせないわ。どうだ、札束で殴られる気分は悔しいか、悔しいか、もっと悔しがれよ。さあお相手の方、天井員アスカ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いやなんだかんだこの攻撃反応系ワラが僕結構持ってるんですよ。万能地雷1枚、波紋のバリア、ウェブフォース1枚、そして分断の壁2枚っていうね。これがなんだかんだ、あそれはやばい、
なんだかんだ強いです。なんだかんだ強い。この、あの、攻撃反応系はな、おい、やめろ。おい、やめろや。やめろ、そういうことすんな。なんだこいつ、クソか。儀式の使い手、熱い。出た。儀式の使い手。機械天使、やべえ。いや、殺されそう。祝福、え、なにこれ。これ何、何リタテンブでしょ。いやー、死にそう、死にそう、クソ死にそう。イダテンペンテンでこれで、え、見せれ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 、あ、プチプチ持ってきちゃうぜ、プチ持ってきちゃう。え、これ絶対景色持ってきたらやばいな。ちょっと待って、ちょっと待って、おい、やめろ、やめろよ、やめてよ。おクソゲーだよこんなの。誰だよ、誰だよ、サイバープチエンジェル許したの。ダメだよこいつ許したら。きついよ、助けて、お母さん、お母さん、ああ、私が、私自身の手でモンスターを墓地に送る。強すぎ、もう二度と帰ってくるのお前は。